ソフトバンク 923SH。ソフトバンク 923SH。ソフトバンク 923SH は、シャープが開発し、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA、通信方式の携帯電話端末。アクオス携帯の1機種。2008年、平成20年7月5日に発売。2009年、平成21年5月20日現在。 新品の店頭での販売は終了した。905SH、911SH、912SH、920SH、822SH に次ぐ通算6機種目。世代としては、第5世代にあたるアクオス形態に位置付けられる2008年、ソフトバンク夏モデルのフラッグシップモデルで、同年からソフトバンクが提供するダブルナンバーや、 キデコなどの新サービスに対応する。6月3日に行われたソフトバンクの新機種発表会では隠し玉として最後に紹介された3.3インチというアクオス形態としてはこれまでで最大サイズのフルワイド VGA ディスプレイを搭載。液晶パネルとディスプレイの保護パネルを密着させるリフレクトバリアパネルを採用し NTSC 比120%の 高園色バックライトを搭載、1677万色表示、最大コントラスト2001を実現した。ワンセグ機能も進化し、新たに HDD レコーダーのように録画中に番組を戻せる、追っかけ再生、15fps の映像に保管処理を行い、30fps の滑らかな表示で視聴可能な滑らかフレーム保管も備える。また、 高機能化を遂げながらも約4時間45分の長時間視聴を実現している。業界書、ヤフージャパンフォ n 4クオスと連携し、テレビ向けインターネットを簡単に操作可能。Y ボタンを長押しすると専用アプリが起動し、テレビのリモコンで行うより少ない手順で、ヤフージャパンフォ n 4クオスのトップメニューにアクセスでき、さらにそのまま電話機をリモコンとして、 様々なコンテンツを楽しめる。ソフトバンクのシャープ製端末では 904SH 以降未搭載だった GPS が復活。また、au 以外のアクロス形態として初めてこれを搭載した。高精細な WAVE がディスプレイとサイクロイドスタイルにより、地図を横長で快適に利用できるほか、新たに地図専用キーも用意。y a ー地図やナバタイムでいつでもワンタッチで、 現在位置が確認できる。モーションコントロールセンサーにより、地図を常に自分の向いている方向にヘディングアップさせることが可能。ピクトに方位が表示されるのは、ソフトバンクモバイル社長、ソンマサヨシの考案である。また、このセンサーを利用して、921SH のように、本体を振るだけで、あらかじめ設定した機能を起動できるほか、歩数計の機能も備えている。 あらかじめ身長、体重、歩幅、歩幅は、身長から算出可能の身体情報を入力して、おけば、歩数、歩行時間、エクササイズ、消費カロリー、移動距離、脂肪燃焼量が表できる。カメラ機能は、アクオス形態として最高峰となる、オートフォーカス対応5.2メガピクセル CEMOS カメラを、搭載。顔検出機能や手ぶれ補正も備え、 機能的にも進化した。画角が35ミリカメラ換算で29ミリ相当と、広角で広い範囲が映せる。操作系には、ドコモの SH906ISH906EF、SH706ISH706E はに採用された、広角式センサーを用いるポインティングデバイス、光タッチクルーザーを搭載し、 pc サイトブラウザなどでより快適なカーソル操作が可能になった。またソフトウェアに 921sh や 922sh で採用された 3D インターフェースを搭載。辞書機能には業界で初めて wikipedia との連携が可能になったスマートリンク辞書を搭載。専用のキーですぐにアクセスできる。内蔵辞書は 明強モバイル国語辞典、約4万7 1 0 0 g ジーニアスモバイル A は辞典、約4万5 7 0語区ジーニアスモバイル A 辞典、約5万5 80語を採用。ファリザはソフトバンクのシャープ製端末としては初めてフェイバー2.0対応の最新版となり、より多くのアプリが保存可能になると同時に、ファリザ同士での通信にも対応。 従来までのシャープ製端末では、終わり話キーと発話キーの位置が、デファクトスタンダードと異なっていたが、本端末を含む2008年夏モデルからは、改良されている。メール関連では、ダブルナンバーの2アカウントのほか、PC メールとして3アカウントの利用ができ合計5つ、メールアドレスについて、送受信はできる。インカメラ、ステレオスピーカー、光学ズーム、そして、 ドコモ向けで搭載しているドルビーモバイルは非搭載。シチズン製の Bluetooth 対応腕時計、i、バート M を使うことにより、本機をカバンなどに入れたまま、腕時計で着信、メールの確認やカメラのシャッターをリモート操作することが可能。Bluetooth は A2DP、AVRCP 規格に対応している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。